とことんやりこむ。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ガチャあります。はい、ガチャが、できるようになりました。コインが今ね結構貯めたんですよ。66個、60連いけますね。1日でね、58枚か、集めた。1日で58枚ってなかなかじゃないですか。まあ、マルチやってれば、意外と集まる。うん。普通に報酬で2個、で、MVP で2個とかあったので、これ、1日中マルチしてれば100枚ぐらいは多分貯まるんでしょうね。はい。まあ、とりあえず、ガチャ、いきます。この、よろずをね、俺いつも回してるので、ここが、おぉ、レジェンダリー確率 11% になってますよ。いきましょうか。お、フィニッシュスティングが出るじゃん。フィニッシュスティング。でも出るのやつのね、レベルが400ぐらいなんですよね。できれば500ぐらいのやつが欲しいんだけども。うん、まあ、まあ、ちょっと一応見ようか。ピックアップがなんか全部変わってるっぽいぞ。装備は機内のトランペット。おー。機内のトランペット、これは持ってないかな。で、あ、これいらない。これいらない。素材はまずいらないわ。あー、バックドロッパーニャオスもね、あんまり強い必殺技じゃないので、やっぱりよろずだな。ここのフィニッシュスティングは欲しい。うん、このフィニッシュスティングどこで出るかね、まだ発見できてないんですよ。うん、もしかするとガチャ限定？いや、そんなわけないな。どっかで出るでしょう。まあ、とりあえず、60連、いきます。まあ、おしゃれ装備とかもね、出てほしいよね。マルチで、おしゃれ装備で、おーい出た出たな。おしゃれでね、あれなんだろうね、勇者かな戦士かな、どっちか。戦士か勇者の、服着てる人いてね、かっこよかったんですよ。俺もあれ欲しいな。じゃあ行きましょう。金から多分、おしゃれ装備は出るもんね。フィニッシュスティング？あ、違うよね。フィニッシュスティングだよね、多分。これ、このいっぱい出てるやつ、フィニッシュスティングでしょ、これ。だよね。460。あ、悪くないぞ、悪くないぞ。おう、レジェンダリーがいくつだ？ 450 って、上の方がいいじゃん。おう。あ、まあ、ピックアップは出たけども、そうか。なんかやたら出たな。こんなにいらなかったんだけどね。まあ、とりあえず、あと50連いきましょう。レジェンダリー確率はリセットされました。あと、大回転バットね。バットはそんないらないかな。はい、なんだ。素材か。できればね、必殺技メダルが一番嬉しい。あ、違う。今、一番嬉しいのは、あれだ、おしゃれ装備だ。うん。あと、馬面マスクも欲しい。昨日ね、馬面マスクが、1個出たんですよ。馬面マスクがね、よくって。うん。効果が、あれなんですよ。レベル上げの時に、いいやつなんですよね。経験値が 5% アップするっていうやつで。それね、めっちゃいいんですよ。のずちかが装備してるんですけどね。え？これもしかして、ファイヤーだよね。素材はいらないよ。素材いらない。これ、大外れですね。ああ、焼却炉バーニングだ。いやー、今回、これ、大外れ。です。はい、次行きましょう。せめてなんか、使えるやつ1個ぐらい出てくれよ。まあ、赤からは、そこそこ期待できるやつが出るのかな。ええー、またフィニッシュスティング。まあまあ、ド発点はいいとしよう。レベルいくつ ?453 か。453はまだちょっと使えないな。せめて520、30は欲しいところ。いきます。レジェンダリー確率 9%。2つぐらい出て、2つぐらい。1個かい。昨日ね、2つ出ることもあったんですけどね。シャイニングヒール？エールか？あれは。と、
剣の行こうか。そんなに必要なやつでもないし。大外れ。です。さあ、あと10回ラストですね。行こう。最後は金出るか？お、出た！ラッキーラッキー。さあ、何が出る？またフィニッシュスティングか。おっと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 。あ、まあ、千秋系のやつが出たか。右上のやつは、これはあれだよね。ラント君の新しい技じゃないか。あ、ユニバースブラスター、そうだね。453ならまあ使えるね。このユニバースも、出る場所わかんないんだよな。水星ランスはね、出るとこ見つけたんだけども、これはね、ガチャでしか出したことないんですよね。ハイパービート460か。はい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 。なるほど。わかりました。まあ、今日は、こんな感じか。まあ、メダルも、コマンドメダルが、入手順で見ると、これね、まあ、フィニッシュスティングは欲しかったけども、こんないっぱいはいらなかったですね。まあ、ユニバースブラスターは、まあ、もう一つあってもいいか。いやー、使わないかな。ハイパービートもね、500台じゃないとちょっと入れれないので、ちょっと微妙だな。まあ、フィニッシュスティングだけはいいとしましょう。やっぱり、ちょっと昨日が、紙引きすぎたんだろうな。出すぎたんでしょうね。今回全然良くなかった。昨日はね、ファッションで、これ出たんですよ。なりきり僧侶。僧侶と魔法使いと、多分、あと勇者、戦士、武闘家とかがいると思うんですよ。それが欲しかった。もう一つ、まあ、欲を言えば、これだね。野津近が装備してる馬面ヘッド。ジョブ経験値 5% アップ。これがね、いいんだわ。はい。まあ、とりあえず、今日の、ガチャの結果は、ああいう感じでした。まあ、1日というか、何時間か。5、6時間ぐらいかな。マルチをやると、60枚ぐらい、メダル入手することができました。多分、もうちょっとね、いけるんじゃないかな。クエスト選んでいけば。100枚ぐらいは簡単に入手できると思うので、まあ俺もまたね、100枚ぐらい入手して100連、やってみたいと思います。まあ目指せ、ファッションすべてゲットですね。まだ見ない装備も絶対あると思うので、まあそれも狙っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。